皆さんこんにちは。テニスメカニズム研究所へようこそ。フォアハンドの打点が安定しないことってありますよね。バックハンドと比べて、フォアハンドは体の自由度が高いため、ある程度、打点がばらついても対応できてしまいますが、相手を押し込める強いショットを身につけるためには、自分の理想の打点を理解する必要があります。よく、打点は前にした方がいいって聞きますよね。ここで言う、前、の意味とは、このように真横から見た場合で、向かってくるボールと体との位置関係を表していると理解してください。そうするとちょうどこのあたりが打点を前に取るイメージと思っている方が多いのではないでしょうか。私も打点を意識的に前に取っていた時期があり、確かに相手のボールに押されにくくなりメリットを感じたところもありましたが、自分から攻撃を仕掛けていく場面では思うようなショットが打てずに悩んだ経験があります。打点のイメージがずれていると上達の妨げになるので、正しい打点を理解する必要がありますね。今回はロジャー・フェデラー選手をモデルにフォアハンドの打点について分析していきます。この動画を見れば正しいフォアハンドの打点がわかり、スキルアップのヒントを得ることができるはずです。それでは行きましょう。このチャンネルではトッププロをモデルにしてテニス動作のメカニズムを分析していくので、練習の質を上げるヒントを得たい方はぜひチャンネル登録をお願いします。まずはこちらをご覧ください。フェデラー選手のフォアハンドストロークの映像をスローモーションで再生しています。今回の動画の結論ですが、身につけるべきフォアハンドの正しい打点とはそれほど前ではありません。繰り返しますが、ここで言う前の意味は、真横から見た場合の体と向かってくるボールとの位置関係と理解してください。以前は私もトッププロの試合映像を見ていて、ストロークの特徴はテイクバックの準備が早く、相手のパワーボールに押されないように打点を前に取っている印象を持っていました。しかし実際にはフェデラーをはじめジョコビッチやニシコリ系も前に打点でボールを捉えてはいません。これを踏まえた上でストローク映像の打点に注目してみましょう。どうでしょうか。打点は前、言うよりは体の近くまで引きつけて横でボールを捉えていますね。ボールを一番力強く叩けるところまで呼び込んでインパクトを迎えていると言えるでしょう。では本当にトッププロは前でボールを捉えることはないのでしょうか。確かにトッププロの映像を見ると打点をかなり前に取っている場合もありますが、それはプレイの中でほんの一場面でしかありません。例えばこれを見ると確かにフェデラーの打点はかなり前に見えますね。しかしよく見てみるとトッププロが打点を前にした時は動作には特徴がありそうです。フェデラーの右肩と右手の位置関係は通常の打点で打っている時とほとんど変わっていません。顔の向きも前向きではなく顎が右肩につきそうなくらい真横を向いていますね。これはただ右腕を前に伸ばして打点を前にしているのではなく、胸椎を回旋させることで打点を前にしている状態であると言えます。胸椎というのは背骨の中でも胸のあたりの部分で、人体の構造上回旋運動の可動域が高いとされています。つまり打点の位置は前になっていますが、これは体の向きをコントロールすることで打点と体の位置関係のズレを防止してストロークを安定させていると思われます。つまりトッププロでも打点は前になることがあるものの、体をうまく使い横で捉えた時と同じストロークの精度をキープしているのです。一方で一般プレイヤーに対して打点を前にというと右手だけが前に出る状態になってしまうことがあります。体の回旋はなく右肩は後ろに取り残され、右手だけが前に出た状態ですね。このように右手だけが前に出るようなスイングになると、効率的な運動連鎖が行われない手打ちになり、ボールを安定的に強打することは難しくなります。速いボールを打ち返すのは得意なのに、ゆっくりなボールを打ち返すのは苦手という方は、打点が前でなおかつ手打ちとなっている可能性があると言えます。相手のボールが速ければ適切な打点までボールの方から来てくれますが、相手のボールがゆっくりな時は、G
自分から適切な打点に入っていくか、あるいはボールをしっかり引き付けなくてはいけません。では、しっかりと引き付けてボール捉える打点はどのようにして見つければいいのでしょうか？ここからは具体的に自分に合った打点を調べる方法について解説していきます。すぐに実践できるのでぜひやってみてください。壁方向からボールが飛んでくるとイメージして、壁に対して正面を向き自分のスタンスを取ります。自分が普段ストロークで使っているスタンスを取りましょう。私の場合はセミオープンスタンスです。いつものグリップでラケットを握ります。一般的に厚い握りとされているウエスタングリップでは打点が体の近くになる傾向にあります。いつものようにテイクバックします。テイクバックはボディターンだけで十分です。コンパクトにするように意識しましょう。ゆっくりとスイングしてきてラケットを壁に押し当てます。壁をへこませないように注意してくださいね。少なしずつラケットの位置や身体の前後を調節してみて、一番力強くラケットを押せるポイントを探します。この時、手だけでなく身体全体でラケットを押せる場所を探します。なお、いつものグリップの握りが薄い人は肘を伸ばし気味で押す、握りが厚い人は肘を曲げ気味で押してみてください。打点を見つけたらその打点でボールを捉える確率を上げるために練習あるのみですね。今回の動画は以上になります。ストローク練習の際には、横方向から動画撮影をして、自分の打点を確認してみましょう。重要なポイントは引きつけて、ボールを捉えられているかどうかです。まずは、自分の最適な打点を知るために、最後に解説した打点の調べ方を実践してみましょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルの過去動画でもトッププロをモデルにしてテニス動作のメカニズムを分析をしているので、興味がある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。